地学を学校で授業を受けたからやるって人はすげえ少ないと思うんですよ。いないんじゃないですか。ほとんどいない、うん、これはね、地学マスターも言ってましたけどね、全然大丈夫ですね。おお、地学マスターってのは高田先生のことなんですけど。そうなんですか、うん、それ知らなかったです。武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ。もう早いですね。あっという間ですね。もうこの時期だとこう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。まあ間に合わせるしかないよね。そうですね。やっぱり今までやってきたことを信じて、うん、こう地道にやることが一番伸びると思うんで、はい、まあ、そのためにね、もし何か困ったことがあれば、はい、まあ、相談してもらえればということで、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。天海先生、はい、今回の質問はですか。今回の質問はですね、うん、地学基礎は教えられる先生が少ないのでやめた方がいいと、言われたんですが、本当に地学基礎を選んでも大丈夫でしょうかと。なるほど、うんうん、大丈夫じゃないですか。うん、これはね、地学マスターも言ってましたけどね、全然大丈夫ですね。地学マスターってのは高田先生のことなんですけど。そうなんですか、それ知らなかったです。そもそもね、地学を学校で授業を受けたからやるって人はすげえ少ないと思うんですよ。いないんじゃないですか。ほとんどいない。武田塾だったりその受験相談でも地学取った人とかの話とか聞いても、地学授業でやってたから取りましたって人はほとんど聞いたことないですね。そうですね、なんか自分である程度調べて、あ、地学基礎お得じゃんみたいな感じで選ぶ人がほとんどですかね、うん、もしくは僕らが受験相談の時にやった方がいいよって勧めるかとかですかね。まあ、理科2個辛いなら地学基礎楽だよみたいな話をしたりしますからね。ただ一つ注意がある、はい、地学基礎は独学でやってもいいんだけど、地学は独学はきつい。地学は厳しいです。なぜなら参考書がないから。あ、うん、そうですね、うん、内容自体も地学センターでも結構大変じゃないですか。うん、だから、ね、やろうにももう、はい、物がないんで、過去問とかのまとめたやつとかしかやるもんないから。うん、そうですね、対策も難しいと、うん、でも地学基礎は別にそのなんていうか、基本は暗記、うん、メインの科目だし、参考書も結構地学基礎ならあるから、うん、全然独学でいけますよ。何よりコスパいいっすよね、地学基礎一番じゃないですか。理科基礎の理科の中だと、まあ、好き嫌いはやっぱあるけどね、向き不向きが、まあ、量的に言ったらやっぱ少ないですよね、地学基礎かなり、うん、すごいおすすめですけどね、はい、うん、まあ、なので全然気にしないで大丈夫だと思います。まあ、参考書自体はね、武田塾のルートが参考にしてもらえればと思いますので、はい、うん、まあ、全然基本みんな大体独学でやってると思うんで、そうだ、そうですね、恐れず、はい、うん、やってみて、いいんじゃないかなと思います。で、参考書を使ってやれば大丈夫です、はい、ということです。はい、はい、今回の質問は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。